伊庭さん、今回は毎年恒例の企画伊庭グラブ賞2022を発表していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。手が入ってなかったら、はい、あの記者行きますよ。一本動画作りますよ。記者に向けてね。記者に向けて、はい、が入ってないことに対しては。こんにちは、イバ TV でございます。イバさん、今回は毎年恒例の企画、イバタヒロカズが選ぶ守備のベスト9、イバタグラブ賞2022を発表していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。この企画はですね、守備の名手であるイバさん目線で今シーズンの守備だけでのベスト9を選んでいただく企画でございます。ちなみに、昨年のセリーグ、こちらを伊庭さん選んでいただきました。まずセリーグこちらでございます。伊庭グラブ賞、こちら2021になりますね。このような、はい、あんまりひねりがないね。まあ妥当だよね。妥当ですか ね、はいはい、パリーグがこちらでございます、うん、はい、そうだよね。ほぼほぼゴールデングラブ賞を取った人って感じだよね。あー、確かに、はい、はい、早速もう伊庭さんにフリップ書いていただきましたんで、はい、じゃあセリーグこちらでございます、はい、2022年の伊庭グラブ賞、まずセリーグ、これまだねゴールデングラブ発表されてないから、はい、ゴールデングラブを当てに行きました。あ、なるほど。これも伊庭さんはね、今年のゴールデングラブ賞、はい、記者の気持ちになって、あ記者がこう書くであろうっていう、はい、ので、はい、こうしました。なるほど、はい、7個は絶対当てるって思ってます。なるほど、はい、9ポジション。あわよくは8個。なるほど。相当な正答率というか、はい。じゃあまずピッチャーからいきましょうか。はい。今永投手。DNA。迷ったのよ、森下投手と迷ったの、ここは。はい。はい。だけど終盤良かったし、はい、なんかそういうのもね関係あるんだろうなと。ああ。ピッてね、はい、記者は。はい。だから今永投手、終盤なんかね6連勝とか、そうですね、はい、ね、だいぶ調子上げました。月間取ったりとかしてて、はい、その印象で今永選手がちょっとこう、はい、ちょっと僅差で上行くんじゃないか、森下投手より、はい、まあ、2位まで言ってるからね。ああ辞表のねキャッチャーいきましょう。中村保守、はい、雄平選手、まあ、ここは優勝してるし、はい、っていうのもあるし、試合数的にはねちょっとこう休んだのもあったんで、あかといって他のところのキャッチャーが、うん、私木下選手も考えたけどやっぱ終盤ちょっと、ね、出ない時もあったし、うん、多分中村選手になるだろうっていう。なるほど、なるほど、はい、うん、まあ、優勝チームですからね、はい、じゃあファーストがこちらが、ファーストはもう中田選手でしょ。中田翔選手、ジャイアンツ。やっぱ馬がいいよね。あ、うん、そうですよね。馬だったよね。はい、じゃあセカンド行きましょうか。はい、まだ菊池選手なのかなと。あ、山田選手もね、はい、今年頑張りましたよね。はい、ヤクルトの、はい、吉川も頑張ったけど、はい、まだそこにはっていうところだし。なるほど、なるほど、はい、ここ強い、強いというか、はい、その菊池選手、うん、そしてサード迷ったよね、はい、村上選手って書くのかなと思ったけど、はい、これ本当に、はい、記者だよ、はい、うん、記者目線で、ね、記者目線で言って、はい、っていうまだちょっと岡本選手の方が、はい、っていうのが多少これも本当僅差だと思うよね。あ、本当、なるほど、一番こう、はい、ピッチャーとサードが一番僅差じゃないかなと。あ、なるほど、うん、ここが、ま、迷った。だから7個当てたいっていうのはここの2つがどうかっていうの。ああ、ピッチャーとサードがちょっと、はあ、うん、ちょっとこう1、2でこう競ってみたいな。そう、そしてショート、こちらが長岡選手、ヤクルト、うん、はい、やっぱ彼ぐらいじゃないかな、ショートで、はい、まあ、中野選手もだけどやっぱ長岡選手の方がエラーも少なかったしね、はい、ここからあれじゃないのかね、ずっとっていう可能性もあるしね。あ、まだ21歳、はい、まあ、1シーズンほぼフルで出たからね。そうですね、うん、はい、そして外野手3名いきたいと思います、うん、1位は塩見選手、ヤクルトの塩見選手、はい、2位が岡林選手かな。あ、
中日の、はい、3位がこれも難しい、やっぱ全部あ待てるの難しいねなんかきりそうね、桑原選手かなっていう。あまあ、岡林選手なんか岡林選手は補殺が多かったよね。あ、はい、まあ多分そう、岡林が入ってなかったら、はい、あの記者行きますよ俺記者に記者に井端さんが行く、はいはい、それはそれで、うん、はい、見たいです。っていうのと、はい、1本動画作りますよ、記者に向けてね。記者に向けて、はい、岡林が入ってないことに出して、はい、そう、それは6個しか会ってなかったらもう1本行くもう物申させてくれよ。なるほどなるほど、はい、逆にその動画結構ね再生いくかもしれないですもん、はい、じゃあこの、Q ポジションの中で、MVI、モーストバリアブルイバタ、こちらの方をイバさんに1名選んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。1名ね、はい、じゃあこちらに星マークのシールがあるんで、MVI の選手にちょっとつけていただきたいと思います。今年最も守備が良かった選手を井田さんに選んでいただきたいと思います。そうじゃないか。お、じゃ初の外野選手、ね、あ出ました、岡林選手、うん、あのまあ、多少ね、はい、ミスもあったりとかね、はい、あのしたんですけど、はい、やっぱあの肩は脅威だったよね。あ、はい、でライトセンター両方やりながらなんだけど、はい、まあ、久々になんかセンターでホームさせる肩、強烈な肩を見せてくれたし、広いバンテリーだから来年あたりはもっとこう、ね、余裕があってゴールとかでも、ね、はい、目切りが早くてエラーするっていうのはいくつかあったんで、はい、まあ、そういったところもきっちりやる、はい、で、せっかくね今年かな、はい、内野の守備やってて、まあ、今もなんか、ね、練習はしてるみたいな、はい、そういうのを生かしてほしいですよね。あ、なるほど、内野の取ってからの速さっていうのを、あ、なるほど、はい、を身につけて外野に生かしてくれれば、はい、なるほど、もうね、はい、ほぼほぼずっとここでまだ21歳、そうですね、10年連続はいける選手かなとは思うんですよね。井田さんのお墨付きというか、うん、はい、実に面白い。じゃあパリーグの方も井田さんに、パリーグも同様よ、大体そうですか、うん、じゃあちょっとゴールデングラブであろうっていう記者目線でね、記者目線で書いていただきました、はい、で外したらやっぱ一緒よ。なるほどなるほど、分かりました。動画ですよ、動画こちらも動画撮りますよということで、はい、じゃあパリーグこちらでございます。もうほぼほぼパリーグは自信があるよね、あセリーグより、はい、うん、なんだろう、ピッチャーが収まってるからね、はい、そうですね、山本投手、山本投手、うん、これ違ったらこれも1本記者に物申すということで、はい、うん、本当にね守備だけって言ったらいるかもしれないですけどね、はい、ピッチャーで、はい、でもまあトータル含めてそうなんだろうなっていう、はい、で甲斐選手も、はい、キャッチャーの、はい、まあほぼほぼがね被ったしね、あ、うん、中村、はい、選手ね、ソフトバンク、ソフトバンクの、はい、でまあ、中村翔吾、はい、セカンド、セカンド本当に迷ったよね。外崎選手も怪我して、はい、離脱あって一番離脱多かったかなっていう、ね、あセカンドで、あと浅村選手でしょ、あ、はい、中村選手かなっていう、あで宗選手サードオリックス、はい、うん、うまいですね、はい、で源田選手、源田選手も、まあ、あれしたけど今宮選手も頑張ったよね。あ、はい、今シーズン、はい、ね、ちょっと怪我でね、はい、ここ何年かあれしてたけど、そうですね、はい、外野で言ったら、はい、順番では辰巳選手、はい、次高部選手、はい、うん、福田選手、オリックス、これまあ2つパッてたけど3つ目がすごい迷った。ああ、はい、うん、ここ2人はちょっとそう、はい、で松本剛選手も浮かんだんだよ、はい、首位打者、はい、けどなんか怪我したり DH とか入ったりとか、はい、ちょっと守ってるのがなかったし、はい、荻野選手も前半いなかったし、まあその中でここ福田選手がかな、あ確かに、まあ、分からない分からない分からない、こう
外野手の3枠目、記者目線ね、記者目線で、はい、やっぱオリックス優勝したし、確かにそうですね、要素的に入ってこないわけないのかなとか、はい、なるほどなるほど。パリーグの方も、MVI モーストバリアブルイバタ、こちらの方を、1名選んでいただきたいと思います。これまあ難しいよな本当。そうですね、源田選手もあれだったけど、はい、ね、離脱あったけど、まあしょうがないな、はい、来てもらったからね、はい、もちろんです、はい、はい、源田選手、はい、パリーグは MVI 源田選手でございます。そうやっぱ、はい、滝沢選手が出てきてくれる、はい、来てるっていうところではね、源田選手がね、まだまだだよっていうのを見せつけながら、はい、プロの、はい、そうですね、そうですね、いずれはこうね、源田選手のようになってくる選手であろう、なるほどっていうところだから、なるほどなるほど、はい、まだまだだよっていうのをね、うん、あ、見せてあげればその選手もまだこう伸びてくるっていうところで、あ、なるほどね、源田選手先輩の、はい、せっかくショートでね、無失策やるって言ってくれたんだ、はい、やってください、なるほどなるほど、お願いしますってこれもメッセージも含めてということでありました、実に面白い。じゃあこのお二人にね、なんか記念品でもね、お渡しに行けるといいですよね、はい、ミッチーのあれでいいんじゃない、モノマネでいいんじゃない、モノマネ、はい、キャンプ中に行って、キャンプ中に行って、自費でも行って、はい自費で、はい、行きます、はい、じゃあぜひ求めているのであれば私のモノマネを見せに行きたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、じゃあ、2022年のイバタグラブ賞セリーグパリーグ編でございました。合ってるか合ってないか、はい、答え合わせしてください、あ、見てる方が、ね、なるほどなるほど、はい、これ一応本当にね、はい、発表前だから、そうですね、はい、分かりました、自信はあります、ありますということで、はい、それでは今回の配信は2022年イバタグラブ賞でございました。イバさんどうもありがとうございました。はい、